先生、私たちスーパーガールズは清く正しく 100% の笑顔で MBS ラジオスーパーガールズのスーパーラジオを盛り上げることを誓います。誓います。始まりました、スーパーガールズのスーパーラジオ。イエーイ、来ちゃいました ね。今日のスーパーメンバーは、はい、ミレイこと田中ミレイと、はい、コウメこと渡辺コウメと、はい、ユメリンこと阿部ユメリと、ナーポンこと浅川奈々と、ミヤリこと宮崎里奈と、ルカこと溝手ルカの6人でお送りいたします。うわー、ヤマトナデチコの週間なんか変なテンションですけれども、はい、そしてプロ野球のオールスターゲームを盛り上がっていますが、うん、スパガワスポーツ好きな人いますか？やるのは好きね、見るのも好きですよね、うん、なんか学生時代にやってたスポーツとかは？あ、私陸上部でしたね。あら、自由ですわ。いつかでやめましたけど、幽霊部員だったんですけど陸上でしたわあとは、あと私も陸上部員やってた。いやだ、恥ずかしい。コンビニは何なんだ。私もテニスやってましたね。あ、そうだ、はい、私帰宅部をやってました私も帰宅部をやってました。憧れるんだ帰宅部というわけでね、スポーツからかけ離れたスーパーガールズ、ね、まあ、でもそんな浅川さん、うん、はい、本日より浅川奈々主演の映画、うん、人狼ゲームが公開されたんですよね。そうだやテニスの人やるわけないでしょやるわけないでしょ、パーって順路さすがやるわけないでしょルール一番分かってますテニスでパーンって順路当てるじゃないテニスでパーンって当てる順路でも何も面白くない。あ、違うんですか。何も面白くない。そう、じゃあね、そんなナーポンには人狼っぽく今日の番組説明をねお願いしたいと思います、うん、いや人狼じゃないんだけど、ガオ私ガオガオガオ違うんだけどね。この番組は私たち ABEX 初の王道アイドルグループスーパーガールズが時には本音で語り、時には体当たりで挑戦、とにかく何でもありのラジオ番組です。さらに番組ホームページには収録時の模様を中心としたハイライト動画を随時アップしてます。リスナーの皆さんも一緒に番組をお伝えする気分になっていただければと思います。ラジコもありますので、関西地域以外の方にも楽しんでいただくと嬉しいですか。おっ、ガオ。土曜日のスーパーガールズ、イエーイ。それではね、最初の説はこちらです、うん、渡辺孔明スーパーラジオで試したネタを仙台でやってる説。ちょっと待って何これ、何番よ、分かんよ、分かんよ、まあまあまあ聞いてください。まあラジオネームしんじさんとかね、他からいただいたメールをアレンジしてみました、うん、何、まあ何やら、うん、コウメがですねスーパーラジオでやった芸人さんのネタを、ここをこのスーパーラジオの場を練習場所として、はい、まあ一人でねレギュラーいっぱいやってるじゃないですか、うん、その仙台でやってるみたいなんですよね。そうなの、ねえ、なんなの、ここ練習場所にしてるってことですか。なんなの、よくないよ、そういうの、人のネタパクってさらに仙台でもパクるって、うん、まあ、みんなめちゃ言う、パクやん、パクリの練習なんてもう最も最悪ですよ本当に最悪、自分のネタじゃないんだ、ちょっと待ってこれ、じゃあ話させて、うん、あのね全然身に覚えないんですよ私。耳を張ってやってんの一番立ち悪いよ。違う違う、でうちもね心に手を当ててね、うん、胸に手を当ててる心にどうやって心に手を当てるの、ね、考えてみたんですよ、うん、自分はパクったものをね仙台で披露してたのかと、うん、ね、してない、これ神様に誓ってもしてないんですよ本当に。でも結構ね、うん、いろんな方がメール、他からもいただいたメール、本当に言ってる、で無意識にやっちゃってるから、うん、一番嫌なやつ、え、確かに私はレボリューションとかはよくやってますよ、それは一緒にやってるじゃん、ごすの一緒にはやってますよ、うん、でも他のやつはやってないな。検証結果をぜひ宮崎さんにね締めていただいて、やっぱね、あの結構うちらのグループね宮里さんが決断してくれること多いですからね、確かに、静粛に、あ、はい、まだ森と静粛にじゃあ検証結果、パクってない、はい、ありがとうございます。え、これ後日流
んかパクってるの出てきたらなんか送ってくださいそれから、ね、その時はちょっといろいろ話すわ、ね、そ, その時はねもうこれ検証結果を出した宮崎さんにも責任がありますわかりました、はい、2人でなんかやってるんですよ。わかんないのよ本当に身に覚えがなさすぎて、そうだからちょっとね詳しく教えてください。そうですね、はい、あの方のお力をお借りしてお待ちしてます。お待ちしてます。それでは続いての説はこちらです。新リーダー溝手瑠香実は大学に通ってない説。通ってる通ってる、はい、通ってる。でもあれですよね、瑠香ちゃんあんまり行ってきましたとか言わないからか、言わないね。あの、うん、ラジオネーム黒島さんから他からいただいたメールをアレンジしてみたんですけど、めっちゃアレンジする、うん、まあ、先日のスパが賢ナンバーワン選手権でも5問中1問も正解しなかった、はい、本当に私でも分かる問題分かってなかったんで、びっくりした、うん、すごくびっくりした。普段何を勉強されてるんですか。私文学部なんですけども、普段はですね、うん、昨日は、うん、あの志賀直哉の城崎にてを、うん、あの生と死をテーマに題材にした、うん、あの小説なんですけど、うん、それの生と死の生と道についてあのみんなで意見を交換し合うっていうのをしてました。ごめんルカちゃん何やってるか全然分からなかった多分誰一人ピンとこなかったっていう、なんかなんて言うんだろう、なんかその正解がないものに対して自分はこう思うっていうのをあの追求し続けるっていうのをやってるので、うん、何言う、うん、道徳みたいなこと、うん、道徳ではない、なんだそれは、なんていう勉強の算数とかっていう話じゃないの。ディベートみたいなのもする。なんかこの前ね、あのナンセンスについて1時間 1時間かけて自分が思うナンセンスについて話すっていう、謎な授業になった。あんまりセンスがないってこと。え、うん、あ、そういうこと。ノンセンス的な、ほら役立つのかな。そうなの、そういう謎な授業もあるんだけどなんかね、そうそう、今ちょっとな謎なの。3年生になってちょっと見失ってる。でも今の話聞いてたら、うん、ちゃんとね、もうやってるか、やってるか、言ってるの、ちゃんと言ってるんだけど、うん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 、ちょっと昔の勉強忘れちゃったからちゃんとします。はい、検証結果いきたいと思います。はい、検証結果、多分言ってる多分それ検証結果になってないよね。言ってる、ルカちゃんも言ってる、言ってる姿見てないから。確かにね、言ってる、多分言ってる。じゃあ今度動画送るね、言ってまーすそれもそれだわそれでは続いての説はこちらです。阿部ゆめり、はい、スーパーラジオでも演じ、私たちのファンクラブ SPC でもサイトが作られたあざといキャラ、実はそんなにあざとくない説。ねえ待って、これ営業妨害ですよ、これはこれは営業妨害です。待って待って、営業妨害の時点でもうね、あざとくないよね、うん、まあね、ラジオネームしんちゃんさん他からいただいたメールをアレンジしてみたんですけれども、そうですよ、まああざといで、まあ、有名なゆめりさんですけれども、うん、ね、聞いてくださいよ、私これしか取り柄ないんです、これしかキャラないんですよ。私たちキャラとか分かんないよね。分かんない、分かんない、知らないぶり。分からないぶりはちょっとよく分かんない。あざといを履き違えてるし。あのですね、あの正直なことを言いますと、はい、うん、最初 SPC サイトであざとゆめりをやりましょうと言われた時、うんうんうん、ちょっとびっくりしまして、私ってあざといんだってなりましたが、まあ、そういうのでねソロコーナーをいただけるとか本当に嬉しいので、私はもうあざとくなろうって決めたんです。あ、もう決意のあざとさ。なるほどね、あざとくなったんです。思ったより深かった。そうだ、ね、でも一つだけ言って、あざとくなる前からあざとかった。安心して、ね、さっき外でさラジオの聞いてたの、ゆめりちゃんが司会のやつを、スーパーガールなみたいな感じ、語尾が上がるんだよね。あ、そうなんですよね。なんでゆめりんだお、写真をゆめりがツイッターに上げてたんですけど、うん、どう見ても可愛い笑顔だった。いやあれね、思った。浅川さんからすごいリップ来ましたね。あのさ、後日のさ、私のさ、サンシャイン池崎さんとのジャスティス見ました、見ました。あれだから、見ました、マネージャーさんからやめた方がいいよって言われる変顔、あれだから。さすがです、さやっぱさすがですね。でもね、
あのね、こうキャラって言ってるけど、うん、やっぱり本当にできないと、ね、うん、持ってないと素質をね、うん、確かにあざとくもなれないから、ポテンシャルがある。今から私があざとキャラになります。やめときな、やめときないから、ね、試しに見てみたい気もあるけど、やめといた方がいいと思う。それでは検証結果、ゆめりちゃんあざといです。やったやったー、ありがとうございます。やったなのか、キャラが維持された、はい、キャラ言うの。スーパーガールズのスーパープレゼン、イエーイ。はい、今回のテーマはですね、ホテルニューアワジグループ淡路夢千景です。どちらのプレゼンが淡路夢千景に行きたくなったかをもとに、リスナーの皆さんには投票してもらいたいと思います。お願いします、うん、それでは今回のチーム分けは、渡辺神戸阿部ゆめりのチームコメリだそうです。イエーイ、コメリです。お願いします、お願いします。そして宮崎里奈、浅川奈奈で、浅川里奈です。よろしくお願いします。間違えてない。それでは早速、先行チームコメリチームからいきたいと思います。よーい、スタート。コメさん、ホテルニューアワジグループ淡路夢千景に連れてってくださいよ。甘えん坊のゆめり、かわいいな。まさにかわいいは作れる。淡路夢千景の特別フロア、リラクの客室は全18室あってね、前室から朝日が昇り、北谷海峡の美しい景色が見られるんだよ。へー、そう、すごいでしょ。すごい、美しいといえば美しいは得する。おー、あとなんといってもインフィニティバスもあって、日頃の疲れも思わず吹き飛んじゃうぐらいなんですよね。まさに I have an infinity I have a bus Oh, infinity bus I have an AM I have a 湯船 Oh, 永遠の湯船 Infinity bus 永遠の湯船 Oh, infinity bus。 コメ太郎さん、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、コウメさんは何を言ってたんですか。ね、高校チームの宮崎里奈チームです。お願いします。いや、待って、宮崎里奈って。それ私、待って、それ私の要素ないじゃん。びっくりしちゃった今。今いきそうになったけど、チーってなったけどさ、今完全に宮崎里奈はそれ人だからね。それもう私やわ。それ宮崎さんです。ピン芸人やわ、それはもう。間違えちゃった。何のひねりもなかったからね、今びっくりしちゃった。もう一回お願いします。はい、それでは高校チームいきます。浅川里奈チームです。お願いします。ホテルニューアワジグループ淡路夢千景オールスターメンバーの発表です。1番特別フロア、リラク。おっと、専用ゲストアテンダントが、客室係のおもてなしが至れり尽くせりの特別フロア、リラクが先頭バッターです。2番リラク、ゲスト専用ラウンジ。おお、マイナスイオンに満たされた環境の中で音楽や書籍、ドリンクを楽しめるほか、マッサージチェアでリラックスできるリラクゲスト専用のリラクラウンジや女性専用ラウンジが2番に。3番インフィニティバス。天球の雫のように海と空と温泉が一体になって全身を包み込むような露天風呂のことを指すインフィニティバスがクリーンアップに。4番みやりこと宮崎里奈。11月22日から26日新宿ベラライブでプロデュース公演を行うあの宮崎里奈の公演が、皆さんぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。よろしく。はい、スーパーガールズのスーパーラジオ、お別れの時間がやってきました。すごい濃い、早い、うぐいす嬢まだ引きずるし。どうでした、今日何やったっけ。うぐいす嬢それだけじゃないから、 あれですよね、丸々説。うぐいす嬢全部持ってかれたわ。ゆめりちゃんのあれ、あざとい仮説みたいなやつ、ね、よかった、あざとくなりました。嬉しいね。嬉しいですね、やっとキャラが定着したというか。定着はまだしてないと思うけどね。うぐいす嬢キャラ定着させるのやってみて。2番バンバン、あ、うまい、あ、うまい、バッター揺れいらないですね。
バッター誰バッター誰ちなみに聞こう。ちなみにバッター誰だろう。ちなみにバッター誰。阿部ゆめりん。でもなんで怖いんだけど。難しい。でもちょっと嫌なんだけど。もう本当にミリーさんめっちゃ上手ですね。上手よ。UFS 上の人に謝って今の。本当にありがとうじゃないから。それでは以上スーパーガールズでした。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。